はい、お願いします。畑岡さん、はい、久しぶりにやってまいりました。はい、久しぶりにこの企画やってまいりましたよ。なんかその入りからすると久々にあの企画やな。あの企画です。大人気プロが語るプロ。大人気の割にだいぶ間があったぞ。いやー、間が大事ってね、よく片岡さん言われてますもん。間抜けやろ。そこですね、今日は、うん、日本代表の、はい、まあ、時期でもありますし、うん、我々が気になる稲葉篤紀さん、監督、うん、についてですね、うん、少し語っていただこうと。まあ、稲葉監督とはね、その同じチームでやったとかそういうことはないんやけど、まあ、俺もハーモン OB で、まあ、日本の中継とか行った時には結構話はするね。まあ一言で言うと、まあ、ナイスガイというの顔ですか、すべてなんかすごくやっぱりこうええやつっていうね。まあ監督に向かって今そんな言うのあれやけど、まあすごくやっぱり礼儀正しいし、プレースタイルもそうやけど、こうひたむきなプレイヤーやなっていうか、人間的にもね。出身は中京や中京から、はいはい、法政に行かれてですね、はい、ちょっとやっぱりヤクルトでも自身も苦しんでたって言われてることもあったんですけど、いやまあその前にな、その中京の時も1個下のメーデンに一郎がいたと、そんなんで同じバッティングセンターに通ってたとかいうのがちょっと話題になったりしててね、はい、中京から法政行って、で当時明治大学に野村監督の息子の勝則がいたんで、まあ、その試合見に行って、なんか報道によるとやで、はい、稲葉っていうのが目について指名したというようなことをね、もちろんそれはリストに上がってたと思うけど、ヤクルトにドラフト指名されて入団したと。だからね、登録の選手とかっていうのはやっぱりなんかこうそういう神宮で活躍するってイメージが強いのよ。まあ、タイガースでもその、まあ、鳥谷にしても上本とか、はい、まあ、高山にしてもね、そのヤクルトの時って、うん、まあ、どんな感じの選手だったんですか。まあ、セパね違うから、はい、いい選手は間違いないんやけど、まだヤクルトの時っていうのは細身やったしね、90年代のヤクルトっていうのは非常にまあタレント揃いというのかな、はいはいはい、90年代前半はね、古田さん、広沢さん、池山さんというのを筆頭に、まあ、全部言えるね、セカンドに土橋さんがおって、サードジャック・ハウエルで、外野に飯田さんがいたり、まあ、稲葉ね、あとまあ外人が入ったり、いろんなその選手がね、いたなという強い時代のヤクルトやったし、まあ、そういう中でも何かこう、まあ、手腕のバッターっていうのかな、数字を見るとね、はい、ヤクルト時代の2001年にはね、はい、25ホームランとか打って長打力も発揮してる年もあればね、まあ、なかなか出場機会がなかったような、そういうふうな年もあるんやけど、はい、まあ、そのちょうどヤクルトを10年して FA でメジャーに行きたいって言って、うん、メジャーの移籍先が決まらずにね、で日本ハムにまあ移籍したんやけど、まあ、稲葉っていうのはそのやっぱりいつもベンチから守備位置に行くのに見てる方が気持ちいいぐらいの会長層というの、はい、みんなのいい時はできるんやけど、まあ、いい時も悪い時もそういう爽やかなイメージがあるわな。そこからこう日本ハムに移籍されていくわけですけども、やはりこう我々はやっぱりハムのイメージが強いですね。強いな、非常に分かる。あの時のこうハムが強い時のリーダーシップという部分ですごいこう引っ張っていったイメージなんですよ。だから2005年からハムに行ったけど、まあ、当時ハムにはやっぱその新庄がね加わって、小笠原がいて、で稲葉が加入したというところですごくそのバランスも良かったんちゃう。稲葉ジャンプというね、初め分からへんかって、俺もなんでこの画面こんな揺れんねんと言ったら、その稲葉ジャンプでその画面がね揺れるっていうのもすごい、当時のハム の応援歌の稲葉ジャンプっていうのはなかなかね名物だったと思うし、1年目っていうのはちょっとこうなかなかね苦しんだところもあったと思うけど、まあ、そこから、ジャパンの4番なんか、はい、もう務めながらね、ハムに移ってからはなんかすごいこう安定した成績を残したよね。もちろん FA でハムが取る理由というのは成績はもちろんやけどね、ああいうふうな野球に取り組む姿勢というのがこれからのハムの、まあ、今の中田とかね、はい、あの辺にやっぱりいい影響を与えるということで獲得に動いたというふうなことをお聞きしたんで、やっぱりそういうふうなみんなからやっぱりこう模範とされるような、そういうふうなやっぱ選手ということで獲得されたんちゃうかな。先ほどもお話あったんですけども、この模範という部分でですね、うん、印象に残っているのは中田翔選手をですね、うん、引き連れて外野のホールガンのところで素振りをずっとさせてたりとか、うん、こう不審な時は稲葉さんが指導されたりとかも、うん、よく見たんですけども、こんなんはまあみんなどのチームでもあると思うんやけど、はい、もちろんそれは中田っていう選手を見込んでね、稲葉の引退試合の時もやっぱり次お前に託したぞみたいなね、あの中田がちょっと涙ぐんでるようなね場面もあったけど、非常にまあリーダー的なこういう風な一面があった選手やろな。まあ、バッティングとしてもまあ左投げ左打ちやったけど、俺たち理想としてはあんまり今体からバットが離れないっていうの、はい、だすごいその力を近いところでこうボールをさばくという風な、そういう風な印象が強いバッティングをする選手やね。
これよく映像で見ていると、うん、そのバッティングの部分がですね、ほんまにこうヘッドが立ってるように、俺の時はさ、みんなその自分のグリップよりもヘッドが立ってなあかんとか言われて、はい、こういうふうなこうイメージね、スイングを教えられた俺たちの年代やから、稲葉のスイングなんていうのはやっぱり近いインコースが強いというね、今はその肘を抜くとかってあるけど、はい、やっぱり畳むというふうなことがね、そこがもううまいバッターやね。これ稲葉さんっていうのはこの、まあ、俗に言う変化球が強いのか、それともストレート系が強いのかっていうバッターでいくと、どっちのタイプ的にですか？いや、どっちもとつなく打つからこれの成績が残ったんちゃうの。やっぱりその2球団でね、やっぱり名球界に入って2000も超えていくんやから、まあ、10年10年で、まあ、大学卒業して20年やるってこともすごいしね。特にハムに来てからの方が円熟みを増したっていうの。ヤクルトの時はこう若くてね、あのまだちょっと俺たちも、俺がタイガース行ってからも対戦した時もちょっとこうなんていうかな、波があったというか、まだ穴があったというのかな、そういうふうに感じたこともあったけど、やっぱハムに行ってからはその穴がなくなってきたっていうのかな、やっぱこうバッティングに味が出てきたっていうの、やっぱ勝負強いっていうのがやっぱりすごいなんか稲葉に対する印象やね。その片岡さんからこう見られて勝負強さっていうのは、うん、一概にこうこれやっていうのは難しいと思うんですけども、うん、つまり何がこう見てもう本当に主観でいいと思うんですけど、うん、違いっていうのはそういうのかな。勝負強いバッターっていうのはやっぱりゲームの勝敗を左右する場面で打つバッターちゃう。もちろんその得点圏打率とかね、いろんなことあるんやけど、やっぱりこいつに打たれたらチームが乗ってくるとか、はい、こいつに打たれたらあかんっていうバッターが絶対いるのよ、はい、チームで1人か2人ね、そういうふうなタイプや、それがチームの中心選手やんか。だからやっぱりクリーンアップで打つ数字と、やっぱり6番とか7番で上げた数字っていうのはちょっと違うと思う、ね、相手チームもこの選手を抑えないとあかんでという、はい、この選手に打たれたらあかんでっていうふうな、まあ、選手の1人やんな。それがやっぱ多いほどチームは強いやん。だからこの時のやっぱりハムが強かった時っていうのは、まあ、小笠原がいて、まあ、新庄がいて、稲葉がいたと。そこに金子や田中健介、森本ひちょり、その辺がうまくその加わってきて、で、まあ、中田翔が入ってきて、そういうのをやっぱりこう手本にしてね、だん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 そのチーム全体のレベルが上がっていったという、そういうふうな時期に、だから、まあ、俺もちょっとその時はよくハムの中継なんかさせていただいたけど、やっぱりその、そういうふうな存在やったよな、うん、よくこう、いろんな方から聞くのは、うん、やシートノックに対するこだわりが本当にあったっていうのは、いや、これはね、でも昔の選手はみんなあったと思うで、最近はもうシートノックしない球団とかね、あの疲れてるかとか、それは悪いとは言わへんし、はい、そういう時代になってきたんやけど、俺たちの時は試合前のシートノックをしっかりしないと不安で不安でしゃあないという、これはね、俺に限らずみんなそうやったと思うよ。でシートノックなんてあんなもん、まあ変な言い方、内野手だってファースト2本、ゲッツー2本ぐらいで全然疲れへんもんシートノックしない場合は練習終わってほぼ1時間ぐらい間があってからプレイボールやんか、はい、それのがやっぱ不安やったよな。だっておそらく稲葉もそういう面では準備というのにすごくやっぱこだわりを持ってね、そのためにその守備位置までのやっぱり会長層っていうのを、あそこでやっぱりなんかフェアゾーン、ファールゾーンで気持ちを切り替える、打っても今度守備に行くときはそういう守備の気持ちで、まあ例えばエラーしたりしてもその守備をラインをまたいだときには今度はバッティングに切り替えるというふうなね、そういうやっぱメリハリが効く選手やし、そういうふうなことがやったからこそ20年、まあ、現役を続けてこれだけの成績を残したんちゃうかなと思うね。まあ、だからそういうふうなところが評価されて、まあ、日本代表の監督にも抜擢されたんちゃうかな。ズバリこう片岡さんがこう見られて、うん、まあ、その時の当時のハムと今のハムは常にこう比較されていると思うんですけども、今やっぱりその当時強いところから継承する、稲葉イズムを継承するとやると、うん、やっぱり何を今のハムには貸したいですか。あ、みんなね、おそらくそういう気持ちでやってるんやけど、チームが勝てへん時ってね、やっぱりね、そういう風に見えるやん、強い時ってやっぱりね、よく見えるのよ、何でも。あかん時はなんかダラダラしてるなとかね、あいつやる気あんのかとかいう風に映りがちやんか、はい、だから特に中田なんかもね、いろんなことやっぱり打てないで、年俸が高い選手っていうのはそういう風な風当たりも強くなってくるやん。でも稲葉なんかもそのヤクルトからハムに来る時の経緯っていうのはね、やっぱりアメリカで野球やりたいということが夢叶わずに、ハムに拾われたようなね形で日本に移籍したんやけど、やっぱりそこで自分がこうやって野球していくんだっていう風な、自分のスタイルをしっかり持ってね、それをやっぱ貫き通したということで、もちろん成績もそうやけど、人間としての信頼感っていうのかな、みんなが稲葉を信頼するとか、そういうところがすごくやっぱり上がっていったっていうの、それがまあ人間の器であったりさ、野球選手としての器になってくると思うし、まあみんなからのそれが信頼に変わっていったというふうなことちゃうかな。こう最後にこうお聞きしたいのが、プロを語るプロ、うん、稲葉篤紀とは
まあ、全日本の監督をね、してる姿を見ても謙虚、